仕組みの作り方を教えてほしいです、構築法ですね。仕組みの構築法で、ネットで稼ぐ仕組み、どうやって作るんですかということを聞かれます。でスマホだけでやりたいって人もいますし、集客と販売の仕組みを作りたいということなんですけども、やっぱりですね、DRM っていう昔からダイレクトレスポンスマーケティングですね。でこれをですね、今の、社会、経済状況ですね、あとはその、ユーザーの認知度、それに合わせてカスタマイズしていく必要があると思います。でやはりですね、今まではですね SEO って言われるですね、Google で あのブログの検索ですね。でブログに検索でブログにたどり着くっていうことがあったんですけども、今はですね一番早いのはやはり YouTube、 こういったショート動画で、集客をする。そしてそこから公式 LINE につなげて、そこで、教育だったりとか、ファン化をして自社製品、製品を販売する、商品を販売するというのがいいと思います。で主婦がですね、ネットで稼げるようになるにはどうすればい